まあ、こうオリンピックが始まって4000人とかで4000人とか出ている中で、まあ、こういう興行を開いていただけるのは本当にありがたいなと思ってて、まあ、こういう環境下で試合ができることに本当感謝しつつ、で与えられた機会を全力で出し切るためにも、まあ、最高の状態で試合に臨みたいなって思って、まあ、僕たちができるのは本当に用意してもらったところで、その悔いの残らないように全力で出し切ることだと思うので、まあ、そこを今は重点的に考えてやってます。対戦相手の星葉選手に対して、なんか対戦相手の星葉選手に対して、うん、そうですね、なんか結構前に出てくるタイプなんで、うん、初の8ラウンドで、まあ、とにかく前に出てくる感じなんで、まあ、ポイントでは正直勝てるなっていう自信があるんですけど、やっぱ初の8ラウンド、長期ラウンドになってくるとやっぱ体力とかもだいぶ違ってくると思うんで、そこだけ本当に不安要素かなと考えてて、まあ、普通に練習通りにことを運べば問題なく勝てると思ってます。はい、初の8回戦ということで、スタミナ面とかの強化とか、いろんな練習法の変えたとか、さつき、やっぱ8ラウンドなんで、そのミットの数とか、サンドバッグの数とか、そのスパーリングの数とか、もろもろの練習量自体はやっぱ少し増やしたんですけど、まあ、基本的にいつも通りやることは変わらないで、まあ、いつも通りの練習をやって、プラスアルファでやっぱ、いつもよりも気持ち2ラウンド多めに、そのミットだったらミットをやるっていう意識だけ変えました。いや、もう多分 99% 判定に行くと思うんで、その、そして遅刻しても、僕が8ラウンドやるんで、まあ、次の試合までこう 見過ごすってことがないと思うんで、まあ、僕の魅力としては、その遅刻しても僕が8ラウンドやるんで、まあ、時間に間に合うってことですね。お願いします。じゃあ今回初 KO はないってことですか？まあそうですね、いや KO はしたいですけど、うん、なんとなくその試合前に分かるじゃないですか、まあ、KO できるなとかっていう感覚、いつも通りなんで、まあ多分いつも通り判定な気がしますで、まあいつも通り判定勝ちっていう感じがしますから、やりたいですけどね。まあこういうすごい今コロナが一番流行っている中で、本当遠いところから足を運んでくださる方々とか、支えてくれたスポンサーの皆様に本当に感謝しかないです。で、まあ、来れない方もその2000円でそのライブチケットを買えるんで、ぜひ、まあ、見て少しでも活力になっていただけたらなと思います。これからも、次の試合と、まあ、これから頑張っていくので、今回の試合応援よろしくお願いします。